今日は、こちらのカーネーションワイパーワインと言いますけれども、それを使って、お花のセンターピースを、作ります。それでは行きましょう。今日の、テーブルフラワーに、カーネーションを、準備したんですけれども、カーネーションは多分、皆さんはどこでも、手に入る花ではないかなというふうに、考えて、今日の、カーネーションはワイパーワインという、品種なんですけれども、はじ、めにこの、お椀を準備したんですけれども、そういった器は多分、お家に、あるんではないかなというふうに、思って、準備したんですけれども、で、なんでカーネーションを選んだかっていうと、ちょっとこう、出っ張ってる部分をこうお椀にこう寝かせるような、感じを考えて、そうすると結構簡単で、できます。最初はちょうどいい、長さを、こう準備するんですけれども、で、ちょうどこう、顔がこういうふうにこう、なんか倒れてこう寝かせるような形にします。それで一旦この長さでこうテーブルに置いていただいて、数輪を同じ長さで切ります。で、もう大体でいいんですけれども、下の方を全部斜めに切ります。で、葉っぱの方は全部きれいに落とします。私今、ナイフを使ってるんですけれども、もちろん、ハサミでも全然大丈夫ですね。それからですね、器を、自分の近くまで目の前にして、そこから少しずつを、一輪ずつをこういうふうに置くような感じに、します。ここで7輪をですね、四方身に入れて、ステムがちょっとこうクロスするような状態なんですが、そこから、真ん中の方に、3輪のカーネーションをちょっとこう、三角になるようにこういうふうに足して、ちょうどいいふうに形が、仕上げになります。これで、綺麗な形ができたんですけれども、カーネーションがちょうど10輪入って、そこでちょっとワンポイントを、入れたいなと思ってるんですけど、こちらのお花、ケマンソウと言いまして、それをワンポイントのお花としてを、使っていきたいと思います。それをですね、間々にですね、これをちょっとこう斜めに入れて、こうテーブルにこう来るような感じに、したいと思ってて、で、ポイントの花は本当に何でもいいんですけれども、例えば、ここに同じあるのにテッセンであったり、ルピーナスであったり、こう細かい、繊細なもので全然、いいとは思うんですけれどもその辺は、自分が選んだ色合いのカーネーションに合わせて、ポイントの花を選んだらいいかなと思ってます。このちょっとしたグリーンもすごい可愛いんじゃないかなと今思ってます。で、この辺も真ん中の方もちょっとしたポイントに入れたりして、これでは、一旦テーブルに、置いてみましょう。こちらで、センターピースのお花が出来上がりまして、とてもシンプルな作り方なんだけど、でもやっぱりこのワンポイントでとっても立派なセンターピースになるんではないかなというふうに思っています。もう一つはやっぱりカーネーションが私がすごく好きで、で、実はよくバラの花びらって皆さん知っていると思うんですけれども、実はカーネーションの花びらもとても綺麗な形にしているんですけれども、特に今日使っているワイパーワインというカーネーションの花びらがすごく
模様も綺麗だし、花びらの形も、可愛い。それをちょっとこうテーブルにこうちらほらに、するととても素敵になるんではないかなっていうふうに、思ってます。しかも、バラより全然、カーネーションの方がすごく、持ちが良くて、なので、全然数時間前を、花びらを、テーブルに置いても全然問題ないですね。皆さんいかがでしたか。今日の、簡単な、センターピースのテーブルフラワーなんですけれども、カーネーション10本ですね、あとは、自分の好きなワンポイントの花を、足して、素敵な、センターピースが、できます、ぜひ、自分のお家でも、試してみてください。頑張ってね。